はい、黒内の何包丁かな、文化包丁です。刃角度が結構分厚いです。刃の状態こんな感じ、錆びてますがひどい錆びではないですね。で割と短期間の錆びだと思います。赤錆なんですけれども、もっこり盛り上がって深くまで浸透している感じではありません。で、このラインから下だけ研いでるって感じなんで、煮こぎが結構ぼってりしてるんで、裏はベタッと研いでますね。これ僕研いだことあるのかな、どうしよう。ちょっとまあこの辺の、とりあえずこっちの肉もちょっと下げて、肉をちょっと落として切れ味を良くしていきたいと思います。あ、刃先の状態は、あ、刃先は結構、これ多分結構切れますね。やっぱり錆ですね、錆だからで裏はそんなに、裏は全く肉を落とす必要がないんでですね、裏平ら平面です。で表がカクンカクンってなってるけども、裏は平らなんで、裏は400番から。当ててみてこんな感じですね、当たり方が。真っ平らじゃなくてちょっとラウンドはしてますけど、で鋼もこんだけ出とれば、無理に鋼をこれ以上出してあげる必要もないので、裏はこんなもん、このままでいいでしょう。特に肉を減らすということはしないです。裏はこんな感じで、表は荒砥石で研いでみます。片刃包丁になりつつありますね。これは使うと片刃包丁的な特性になっていると思います。まあ元々はそういう状態でしたということで、無理に両刃に直すことはしないことにします。両刃的にするんだったら、ここの肉をごっそりと落とさないと、峰下あたりまでごっそりと落とさないとダメなんですけども、さすがにね、そうしてと言われてるわけでもないですし、元はもっとがっつり片刃的な形だったんで、元の状態なりに研いでいきたいと思います。
2000番まで研いでこんな感じです。てきてん。こんなもんかな。最後糸刃だけつけます。切り刃の天然砥石当てはしないでおきます。まあ切れ味関係ないですからね。やっぱり鋼の方がええ刃つきますね。簡単に。大丈夫でしょう。ええ感じに切れるようになりました。おしまい。